はい、こんにちは、サルウィンです。行きましょう。テン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 このバトーさん、荒野をかけ、砂心を越えて、我らは進む。リサボから拾いました。リサボに落ちてたんで、お、これはもう投用したいって言って投用しちゃいました。投用できたんで、で、この力もあれなんですよね。これあれなんですよ、友人とフレンド登録をしたんですよね。フレンド登録をして、フレンドさんのね、そのままカードをね、借りて使うことができるっていうのがあるらしい。それを試してみたんで、何よりやっぱこの力ですね。ここまでか。さあ、しっかり序盤は白兵戦で優位ですよ。本田さんは DVD がやりました。やっちまった。あれ結構白兵好きで、まあ、だから4枚とか手に好きなんだよね。後部力を押し付けた白兵で開幕のリードを取るっていう結構好きなプレイで、ここは2人とも後半に来た。玉はマウント取ってなかったと思います。叩き潰せ。店内なんで、まあ割と緩くやってる部分もガッチガチですげえガチガチにやってるかというとそういうところもなくて、それでもかな、やることはやろうね。これ回を捨てたんですね。これヨシがマウント取ってれば、まあ、これバト取れたからまあヨシとしますか。ヨシは帰ると。いやでも普段の私ならこの2人でも攻めそうだな、冷静感。まあとりあえずあれか、バトさんのイランの大号令を試したいから3枚のアスナミをちゃんと揃えようとしてる。やっぱやりたいことをやるためのムーブってのは、ね、これバトーさんを引けて止めー行く。あー作りが甘い。この割にでもあれだな、バトーさんを引けすぎでは。足並み揃うは揃うけど兵力の足並みというか、よろしくない。でもまあこれで、やっぱりまたボディを押し付けていく。やっちまった。バトーですからね。これ出るんだ。そうだ、これあれだ、そうそう、初活には出てないんだ、思い出した。そういうことか。そうそうそう、でバトーさんがジャーだ。そうだから両方書いたんだけど、思い出した。そうそうそう、初活には出てなかったんだ。なんかおかしい、違和感あると思ってるんだけど、そうそうそう、そういうことだ。ケニア対決じゃなかったんだけど、初活には倒せます。では策の通り。そうだ、だからそれをその反省会でその辺見てみよう。だからか、そうだから一体バトーさんしか踏めないんだよね。でこれでもそろそろ士気が溢れそうになっちゃうんで、左右の大車輪になっちゃうんだけど、あ、違う、まずここか。愚か者どもが、いただきました。この力いいですよね。あの速速速なんですよね、これ速度の速速速っていうね。だからかなり激アツな、激アツ装置。ここまでか。いいですね、圧倒的な速度、たまんないですよね。槍が出ているので、強行が長槍じゃないかな、剛速か。乱戦したいわって話ですけどね、まあ、乱戦状態なんで今。おお、助かった。これそっか、出てたんだね。いや乱戦するように見えたんだけどな。なるほどね。やりよる。まあ、リードを奪えないですけど、まだバトーさんの動きがまだ見れてないですね。ここは、ね、流れたことになりますね。で、もう下がらせてる間に諸葛亮を取ります。結構待っていく。この辺は冷静ですね。さあ、これで3枚の足並みがきれいに揃ったんで、ここからですね、二段の大号令。ただ、まあ、やっぱりね、みんな多分左右のところは候補数だと思うんです。スパタンみたいな構築がやっぱり一般的みたいですけど、誰かい、まあ、2級1、でもこれはどうだ、親子対決で。俺を止めたくば力ずくで来い。これどうだったっけ。1級1たまにブレブレだからね。さあ、お、
おお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 戦場を制す。はい、なんかね、攻撃の方が安定感はあるんですけどね。我が策、我が軍略、全てだけですが、これは3枚掛け、だ3枚掛けだったら余裕で完璧に当たってます。だから2度掛けされるとだからきついんですよっていうことですね。我が策、我が軍略、これは3枚掛けですもんね。3枚掛け、3枚掛けだったらまあなんとかなるかもしれない。2枚掛けとか、ここまで3の2だったら使ったかな。うん、今の武力感じます。あ、でもちょっとあれだな。あ、なんか動きが頑張ってる。やっちまった。これ力が後ろからちゃんとサポートしてあげれば回避できる。これはうまい。回避ちゃんと強くなった。ボール解放。これさえ出すんだったら、ちょっと小学業ずらしちゃおうかなみたいなところもありますけど、まあ、ただ、地球入ったばっかりですからね。あの結構制圧めちゃめちゃ上がってますね、これ。しっかり色変えてますね。小学業ずらしたろうみたいなところですね。では、そこそこ、早く倒したかも。それよりも兵力回復した方がいいかもしれない。これ、回遊捕まっちゃうかな。いや、でも GG が。ノーマルだったらギリギリ取れるし、帰れますか。これはハリスタイルからも冷静に対応するでしょう。まあ、マットもしっかり使っていくと。我らが清涼の武を持って戦場を制す。そうは隙がないはずなので、見せる系でかなって感じで、これで潜ってされるでしょう。でもでかいここまでか。プラハツとプラーナーやっちまった。あ、だ基本プラハツか。あ、まだこれ回遊入ってないんだ。そうそうそう、なんかね、回遊出したんだけど、なんだろうね、城に、城から出てはいたんですけど、範囲に入ってるんですけど、獅子となりて多分戦場を注意する、城出す前に叩いてたみたいな、先行さだつ、さだつじゃないけど、なんか先行入力みたいなのしたってて、騙したぞ。倒していく。斜めは結構ギリギリですよ、ね、言うて。こっちもあんまりサポート取れなかった。これ前のバージョンだからな、カウントの検証とかはほどほどにしてみようか。最後は当てていく。では、策の投入勝っていたんですよね。これを向上していくというですね。というわけで無事に勝利ということで、まあ、どうなんですかね。まあ、でも多分どう考えても候補数が安定、候補数じゃねえや、コウソンさん、さっきから候補数とか言ってた、もしかして。コウソンさん安定ではある気はします。行きましょう。反省会。ただ私がね、キバタンそんなに扱える気がなくて、いや頑張ってもやっぱり2枚ぐらいが限界かなって思っててね。まあ、ケニアだったらギリギリからでも絶対刺さりますよね。特にコウソンさんね、速度上げて、白馬率打って、わーってかで刺さりそうな気がします。でも実際バトルの計略で制圧も上がるんで、まあ、速度上がって内乱取るだけでも強そうな気はしなくもないですよね。やっぱあとケニアっていう3枚の枚数の少なさもカバーできますからね。わらとか相手にも対応力ありますもんね、速度上がっとけば。まあそうね。どう考えたら候補数か、か誘惑は。悩ましい。諸葛亮ですね。そう、序盤諸葛亮がね、なかったんだから。諸葛亮警戒しながら、だからそう、とりあえず馬頭さんを押し付けてたのはそこですね。最悪序盤で馬頭さんはね、死んでもいいという。まだここは帰りますよね。やっぱただ落とすだけ、落とすのはもったいない。でもこれも諸葛亮警戒してる動きじゃないけどね。踏んでもいいからみたいな。確かにまあ、実際まあ2枚、特にまあ呂布1枚で生きてれば最悪っていうのもありますからね。守りきれるかなみたいな気持ちあるし。まあ、最悪開幕再起もあるからね。ここまでか。しっかりと格闘撃破していけば。ごめん、やっちまった。安心感ですね。バトルも入ってるし。
だからリュフだけは死なないように回遊の前には出ないようにしてるんですよね。速発じゃあちょっとバトンにワントツ入れたい、バトンじゃない、バトンにワントツ入れたい気持ちもあるけど、だからかこれはそういうことだね。諸葛亮マウント取りながら、リュフが諸葛亮を踏むの怖えなと思ってから構造に切り替えたんですね、これね。だからマウント取らなかったんだ。なんかやっと自分の自分なのにね、やっと理解するっていう。叩き潰せ。ちょっとワンチャン左にいてね、ずらして踏んじゃうって可能性もなくはないですけど、その前にバトさんよく休んだな。バトさんもうちょっと早めに出してもよかった。まあ前回結構前にしてた気がするな俺。止めい、おりゃー、声が取られてた。まあ、まあ、これがまあいいでしょう。バトーさん今塗りながら地下釣りを掘るよって言ったんですよね。バトーさんを掛けながら、そうね、だから呂布の動きが結構チキってるのは地下釣りにビビってるから。止めい、なんかね、乱戦主軸になんか主体にしてる理由がちょっとわかりますね。ちょっと突撃でオーラまとうために大きく動くと伏兵踏みそうだ、怖えーって言いながらやってるんだね。そっか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 、ここまでだ。やっちまった。やっぱちょっとちょっとついてるからね、呂布の動きがいいですよね。止めい、なんかその気になれば本当はあれですもんね、なんか騎馬対決してもう一方的に突とかできそうですよね、こんだけ早いと。ここでバトさんがお前どこをどっから回ってたんだ。結構気になるなこれね。そうだね、よく考えたら友人視点も面白かったかもしれない。諸葛亮はどっからどういう動きしてたんだろうみたいなね。よく踏まなかったよね今までね。20じゃない34カウントも。成し遂げました。バトンやられてしまって。とりあえずまあこのあとこの戦い的にはあれか、バトーさんの検証的なやつと、だから呂布やっぱね、せっかく友人から借りたんで天下無双一発は打ちたいよねって話でやってたんですよね。いや海流の出番は正直なかった感はある。普段だったら多分私絶対ここは天下無双じゃなかったな、多分。ここは多分海流の大車輪やって呂布でマウントだったと思う。せっかく友人から借りたしね、この懐かしの呂布を使いたいっていうのがありましたよね。ここ刺さるんだよね。乱戦してるように見えるけどな。槍消えてるよね。あ、そこやっぱワントツ入って、まだ乱戦してる、る、る、抜けたー、この瞬間か。これは避けられんか。ちょっと甘かったな。確かに槍出しそうな感じはあったな。しかも一応速度上昇ついてるか、超方に。あとは特に、まあ槍が上手いか、まあ槍が上手かったっていうね。バトーさんも一応あれじゃなかったっけ、勇猛ついてたような。でもやりますね。この失敗はあるけどもしっかりと無双を取られていくと。ここだよね、ここでね、使えなかったかもね、友人的には。実際あれだよね、このバチを範囲に入れないで、バチョかな、ちょこちょこしてるけど、最初が3掛けはワンチャン、いやでも2掛け2掛けでもよかったかもしれないね。多分そうすると私クワルスで裂かなきゃいけなかったかな、武力的にも。速度上昇だ、あ、速度上昇でかいか、バーチャーに関わるだけでも、でバーチャーの兵力でもないのか。でもまあ後ろからだから、まあ理想で言えばあれかね、3枚掛けした上で加工派長方に、まあでもここは
バツは兵力ないからバツでいいか。そうね、うん、まあどっちか加工発動法を入れてバツを入れながら2枚掛けで、バツの兵力回復して、であと加工発動法を前にしながらバツが突入入れていくだけで、多分私は逆らざるを得なかったか。これはよ、結局2掛けしても私の方が武力高い。ここまでか。こっちのはこっちの方が上がってるけどというところか。うん、ここ私もぬるいんだよななんか下がっちゃうんだよな。ここはリョフはそのまま乱戦でよかったね。でバトーさんが後ろから、突しながらカユのやり出しを手伝うね、なんか下がっちゃったんだよなもしかもバトーさんこのまま長方を倒すだけでも、あとカユがやり出せたんだけど、うん、カユが突もらっちゃうっていうところ。いや、これ辺は雑だなうん、まあまあまあ天台だからってのもあるけど、なんかちょっとあれですね。うーん、しまった。まあ、正直逃がけされたら、まあ負けんだろうなと思った。多分だからそういうあれですよね、武力というか数値をちゃんと見れてなくて、いやちょっとこれ下がるかみたいな手だったん、ね、で、カユだけ押し付けて、まあとりあえずリョフとバトだけは帰還しようみたいな、多分頭というかあれだったんですね、考えがあって、多分あの動きになったんでしょうね。まあ、スーちゃんとこうやって冷静に武力の値を見てると全然やれたっていうね。うん、まあ、しかもまあ正直もうスキーマックス吐いてもらってるんだったら、このまままあもうゴリゴリぶつかり合って最悪こっちで裂いててもよかったからね。うん、まあ、そういうとこですよね。ちょっとまあ見れてないかなっていうとこがあるかな。はい、というわけでまあこんな感じですかね。で今回はこの辺で、でね、これまだね、そう結構なんだっけ、有力かな、うん、ね、スリータイカード実はね、リョフとか欲しいし、やっぱ昔のカードね復刻されてるところが結構欲しいんで、いっぱい吸っちゃおうかなと思います。はい、でバットさんたらね、なんだろうね、やっぱみんなが使ってるようなというか流行ってる形というか同じような形ってあんまり使いたくなくてね、私ねひねくれ者というか天の弱なんで、なんでちょっとやっぱり高孫さんを、海遊の枠を高孫さんに変えるっていうのはなかなかね抵抗がある。うん、まあその辺はちょっとね考えていきましょう。はい、じゃあそんな感じでお疲れ様でした。バイバイです。